剪定後に廃棄されていたリンゴの枝を活用し、高校生が収益化につながる商品を開発しました。それがこちら、燻製チップです。商品を開発したのは柏木農業高校の生徒たち。リンゴ生産者の負担となっている剪定後の枝の廃棄に目をつけ、2年かけてリンゴの枝を使った燻製チップ、スモークチップスを完成させました。協力した平川市の陣八リンゴ農園では、これまで廃棄していた剪定後の枝を燻製チップにして販売した場合、年間で300万円から500万円の利益につながる可能性があるということです。他の、燻製チップと比べて少し爽やかな感じもすると思うので、さっぱりしているので、鶏肉だったりとかうずらの卵だったりを、燻製にして食べてもらいたいですね。燻製チップスモークチップスは60グラム150円で販売しています。さあ、高校生の商品開発が県内企業とのコラボレーションにも発展しているんですね。こちらなんですね、手軽に燻製を楽しめるように五戸町の金属加工の会社とコラボ商品を販売することになりました。これからの時期にもってこい、キャンプやバーベキューで活躍する商品なんですね。こちらキャンプなどで使われるメスティンですね、アルミ製の箱型の飯盒なんですが、この中身がその商品となっています。こちら簡易燻製機スモーキーというものなんですね。これ一つで燻製ができるということですか？そうなんです。こちらノーマルサイズなんですが、この下のメスティンの一番底にまずはこのチップを入れます、でその後にこれ見てください、このような感じで網目状になっていまして、こちらには油が あるようなもの、例えばお肉とかを乗せて中に入れますと、そしてこちらのプレート、この小さいサイズで2段になっていまして、こちらにはチーズなどを乗せられるということで、このようにスライドして入っていく形になります。画期的ですね。でその上に、この蓋をかぶせて、6分から8分ほど火にかけると燻製が完成するということ でちょっとこれね、蓋が少し隙間が空いてるんですけども、これわざとで、香りがつきすぎないように煙が少し逃げるようになっているという、そういう設計になっています。燻製ってちょっとなんかお家でやるには結構手間がかかるし大変なイメージがあったんですけど、これ一つでできちゃうってすごいですよね。そうですね。キャンプやバーベキュー、さらにはホームパーティーなどでも簡単にこのリンゴの枝の燻製チップを使って燻製を楽しめるということなんですね。どんないぶされた香りがするのかちょっと楽しみですよね。でこういうところに発展するその燻製に目をつけたというところがね、やっぱ高校生の皆さんのポイントですよね。でこちらの燻製機は大人気で、現在入荷待ち状態なんですが、22日以降の発送になるということで予約は受け付けているということです。で燻製のチップとのセットでの販売も行っていますので、ぜひ皆さんお買い求めください。